真子さんの歌の中でね、あの今宵帰らないあなたと踊るまでっていう歌詞がありましたけどね、踊るってダブルミーニングで何か別の意味がありますか？そういうことを言うじゃないっていうことですね。どうもすいません。すいません、余計なことを言いました。ご安心ください。あともうちょっとで終わりますので、私の時間が、もうあのマンボウですからね、8時に店を閉めなきゃいけないね。みんな撤収しなきゃいけないですもんね。どうもすいません。そうなんですか。お酒飲めないじゃないですか、だけど酒の歌はやったから俺も酒の歌をやります。ウイスキーがお好きでしょう。Thank you.